はい、こんにちは、竹下敦です、今日はね、僕なりの、ギターのメンテナンス方法をご紹介したいと思います。こちらのね、おなじみの、グレコ製のレスポールなんですが、こういうね、ギターに塗る、これはギターグロスというものなんですが、よくね、YouTube で拝見するメンテナンス方法だと、この、ギターグロスをね、布につけて、でギターを拭きましょうと。それも正しいんだと思うんですが、私の場合は、ギターに、このようにちょんちょんちょんと、少量はね、こういう感じで、見えるかな、こういう感じで垂らします。そして手で優しくね、こういうふうになぜてあげます。なぜこのようにするかというと、手っていうのはね、一番敏感でね、そしてギターの状態を知るのには一番適してるんですよ。これ布につけて拭いてしまうと、布ではギターの状態って伝わらないでしょ。まあ伝わるすごい人もいるのかもしれないですけど、でこのように薄くね、塗り広げてあげて、まあ、そうするとね、少しへこんでるなとか、ちょっと塗装面がね、ざらついてるなとか、すごく手に伝わってきます。そして結構ね、これすぐ乾くんで、そしてこういうね、ギターを拭くクロスで、丁寧に拭き取ってあげます。これはね、艶消し塗装したんですが、自然とね、艶ありになっちゃうもんですよ。はい、こんな感じになりました。いい感じでしょ。ほら、艶消しなんだけれども、ちょっと光沢がある、今回がね、今回ご紹介したのは、僕なりの、ギターのメンテナンス方法でした。いろんなね、メンテナンス方法あると思うんですけど、僕は、この、ギターグロス、これを、ギターに塗って、そして、手で塗り伸ばして、そして、こちらのクロスで丁寧に拭き上げます。正解はないと思うんですけど、僕はこのやり方で、ギターをなぜなぜなぜと愛しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time です。